ホテルオークラ札幌は、北海道札幌市中央区にあるホテル、並びに、それを運営する、ホテルオークラの子会社である。2021年9月20日で営業を終了した。仙台の米国資料卸を創業とする、石平製枠が、ホテルオークラからの協力を得て、1980年に、ホテルアルファ札幌としてオープンする。しかし、バブル崩壊後に経営破綻。 カモリ観光グループが運営を引き継ぎ、2003年からは、ホテルオークラの子会社、ホテルオークラ札幌が運営に当たってきた。ホテルオークラ札幌では、前身時代から築40年近く経っている、建物の耐震補強や建て替えを2015年から検討してきたが、補強工事には多額の資金と8ヶ月の休業期間が必要で、現在地での建て替えでは、 経営効率の高い事業規模のホテルにならないことから2021年9月20日で営業を終了した。ホテルオークラ札幌は札幌市内で新たな用地を開発し、オークラの中ではヘリテージに次ぐ高級ブランドであるプレステージの開業を目指す。ホテルオークラの関係会社である青いインベストメント札幌が所有していた土地建物は三菱地所に売却され、 既存建物を解体後オフィスビルの建設が計画されている。客室レストランバーウェディング園会、会議その他大通公園に近接しており、すすきのまでは徒歩約5分。ありがとうございます。